中小企業経営力アップ株式会社アジェソーシャルマジシャンの坂田です。今回はですね、YouTube やってみたいな、売り上げ上げたいな、でもそもそも YouTube に何を投稿していいのか分かんないみたいな人おられると思います。そういった方はですね、もう簡単ですよっていう話をします。ズバリお客様からよくされる質問や相談事をそのまま喋ればいいです。で、お客様から皆さん会ってこれってどうなのってこういうのあるんだけどどうなのかなって言われるでしょ。で、それに普通に答えているじゃないですか。っていうことは実際に皆さん目の前にお客さんもそれにね、質問や相談があるんですが、インターネット上で見ている見込み顧客のお客さんもね、当然その質問や相談事っていうのは内々に持っているっていうことです。それを皆さんそのお客さんも喋っているように喋ればいいだけなんですよ、ね、例えば質問、うちだといろんな質問来ますよね。例えば今 Google Classとかいろいろあるけどどれを使ったら一番いいだろうかとか聞かれたりしますよね。あと YouTube とかで言うとね、 YouTube ですごいね、小売関係で有効活用してるいい成功事例とかあと教えてくれないとか言われるじゃないですか。あ、これこうですよと教えてでしょ。これビデオですよ。そうなんです。必ず皆様が今までに相談や質問を受けて答えているその質問や相談っていうのは皆さんまだお会いしたらお客様もみんなその質問相談を持っています。それを明確に答える、ね、しかもそれが YouTube とかホームページブログにあるっていうだけでそれを見た人あなるほどねとじゃあお仕事お願いしようかなっていうふうに当然普通になりますよね。今回のまとめですね。YouTube のビデオ投稿何をね投稿したら売り上げになるか全く分かんない、そういう方はぜひこれまでにお客様からされた質問や相談を YouTube でビデオにしてください。ということで株式会社8円でこんな感じでやってますので、ブログの方はひらがなで8円で検索、 YouTube の方の、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上、ソーシャルメディアで中小企業経営力アップ株式会社8円坂田でした。では